してごめんなさい。実は、なんていうか、とにかく急いで4階に集合して。何ですか今の呼び出し。山岸が反応を見つけたんだ。私たちではないペルソナ使いがタルタロスの前に来ている。ペルソナ使いって、まさか。ストレガか、生きていやがった。あいつら、影時間が消えなかったと思ったら今度はストレガ復活。ったく、どうなってんの。山岸、誰が見える。カズは一人だけです。ただこの子、確か病院にいたはずじゃ。え、千鳥、通信を乗っ取ってるのか。あなたたち、やっぱり本当に目指せる。消すことに決めたから来てて。山岸、平気です。どういうこと、彼女今病院に。てか純平、あんた何か知ってんじゃないの。純平、うっせえよ、俺が聞きてえよ。くそ、純平、待ちなさいよ。罠かもしれないが、相手はあのストレガだ。放ってはおけない。それに連中に会えば今の状況を知る手がかりになるかもしれない。気をつけてください。私が感じた反応は一人ですが、残りの二人も潜んでいるかもしれません。ああ、何をしてくるかわからない。作戦時と同じく戦闘メンバーを選んでくれ。決まり次第すぐにイオリを追うぞ。おい千鳥、どういうことなんだ、訳を聞かせてくれ。こんなことする理由なんてねえじゃんか。そりゃ俺あんま頭良くねえし、いろいろまずったかもしんないけどさ、でも俺たちが戦うのなんて絶対おかしいって。純平くん、危ない。うわっ、ちょ、あっぶねえ、当たったら怪我で済まねえっつの。そんな、千鳥、下がれ純平、話が通じる状況じゃない。これ以上は危険です。気持ちはわかるけど、純平くん、今は下がって。メディア、私はここじゃない。それを最初から分かってたこと。了解、分析してみます。少し時間をください。若代の言う通りね、やっぱりあなたたち邪魔だわ。行くぞ。力に耐性があります。注意してください。発射であります。一生涯の結果です。メディなんでよ、あなたたちなんで消えてくれないの。わかんない、わかんないよ純平。ペルソナ、
触らないでって言ったでしょ。千鳥、教えてくれよ。なんでこんな。一番怖いのは死ぬことじゃない。一番怖いこと、それは執着してしまうこと。そうなればなくすのが怖くなる。ものだって、命だって、何だって。だから私たちはいつだって今という瞬間を楽しむだけ。なのに純平は私にいらない苦しみを持ってきた。え？純平と一緒にいると怖くなかったものが何でも怖くなる。なくすのが怖い。死ぬのだって怖い。一緒の時間が終わっちゃうのが怖い。だから私。千鳥？この気配。どうした？ストレガの二人です。あいつらやっぱり寝やがったな、死に損ないどもが。千鳥、やはりもうダメのようですね。君は彼らに毒されてしまった。何がダメだ、ふざけてんなよこの亡霊野郎が。亡霊などではありませんよ。性に執着などしなかった我々を運命はそれでも生かした。私は選ばれたのです。てめえ、もう決めたぜ。てめえらにはもう指一本触れさせねえ。千鳥は俺が死んでも守る。俺と来い。こんな奴らといちゃダメだ。避けろ、純平。え？純平。よかった、気がついた。千鳥、あれ、俺確か、私間違ってたみたい。怖いのも心が痛いのも純平がいるせいだと思ってた。だって純平と会うまで一度もそんなことなかったから。でも純平に会って私初めて考えたの、自分がどうしたいかって。君のしたいこと？私純平と一緒にいたい。ずっと一緒にいたい。俺だって君と。でも辛いの。だってあと少しだから。私たちはあなたたちと違う。最初にペルソナを得た時から分かってた。ストレガが命を失う日、考えたらすごく怖かった。自分が死ぬ日のことなんて今まで一度も想像したことなかった。死ぬってもう会えないってことなのね。千鳥、だからね、これでよかったの。純平はこんなところで死んじゃダメ。俺が死ぬ？え？あ！純平くん！純平！俺は、あれ？撃たれてない？よかった。信じられん、蘇生させたのか。私のと逆、命を感じ取るんじゃなく放出するペルソナ。でもそれで人一人を蘇らせるなんて、そんなことしたら。よか、千鳥。聞こえる、純平の生きてる音。トクン、トクンって。これで私は純平の中で生きる、ずっと一緒。おい千鳥、しっかりしろって。何言っちゃってんだよ。おい、これからはね、私が純平を守るよ、ずっと。ああ、俺もだ。俺だって君を守るよ。だから
俊平といるといい気持ち。千鳥大好き、俊平、ありがとう。千鳥、嘘だろ。千鳥、返事してくれよ。千鳥！愚かな、こんなにもくだらない最後を選ぶとは。くだらない？うん。うわあ！うわあ！ペルソナ！メディア。大した見せ物だ。ならこちらも相応の返礼をしなければ。やめときや、高屋。あんたには先がある。ここで無理したかて意味あらへん。私はもっと大きなことを成します。影時間を消す手立てのないあなた方など、もはや捨ておこうかとも思いましたが、いずれ決着をつける日も訪れそうですね。彼女にもらった命だろ。託されたんだ。無駄遣いするな。千鳥、千鳥、俺、俺、こんなのきつすぎけど、でもさ、俺一人の命じゃないんだよな。純平。